はいみなさんこんにちは山内大二です中学受験高校受験から考える関西学院大学関西の皆さん関西学院大学志望の人多いと思うんですがぜひ保護者の皆様に中学受験高校受験の段階からどんな中学や高校を選ぶことが関西学院大学への近道になるのかという話をしたいと思いますえうちの子これから中学受験高校受験なのに 大学受験のことを知らないといけないのそうなんです。なぜか。それは方式別の入学者数なんですね。受験に詳しい皆さんであれば、関西学院大学は推薦でたくさん入学しているということはご存知だと思います。実際に60%から70%近い数が推薦で入っているんですね。そう、昔のようなテストの点数の競争、一般選抜や共通テストで入る人の方が 少数派なんですね完成学院はだから駄目というつもりはありません大学側がそういう方針であればこちらもそれに合わせて受験をしていくべきなんですねなので方式別のの入学者数のデータをを持つこことが重要になってきますこちらをご覧ください実際にどういう方式で入っているのかということで例えば法学部であれば683人の入学者のうちなんと一般共通テストで246人しか入ってないんですね3分の1。 で指定校で305人付属から71人とまた総合型選抜で54人入ってますなので最も有利なのは付属に入ることですまあそこを目指すとそうは言ってもなかなか入れません分かっています次にやはり指定校推薦の枠がかなり大きいので指定校推薦の枠のある中高一貫校を狙う文学部300人 経済学部二百二十八人、かなりの人数です。総合政策百九十七人。ということで。この。指定校の強い。高校探しというのが。極めて重要になってきます。正直なところ。関西の。まあ、名のある。高校を調べれば。私立であれば。うちは関西学院にして、こう、何名の枠があるよ。 とかうちはまあ連携校ですよといった PR していると思いますのでそういいっった中学高校を狙ってくださいまずは付属次に指定校の枠が大きい私立中高を狙うその3番目の手段として、まあ、一般や共通テスト枠が小さいのは事実なんですけど逆に考えれば付属や指定校がたくさん入っているということはその人たちはもう一般で受験しないわけですよ。なので 一般や共通テストを受験する人は限られている実際に関西学院大学の志願者数自体って関関同立の中でも少ないんですねなのでその場合は当然一般や共通テストで狙うそれと関西学院大学は総合型選抜の定員がでかいんですね教育学部なんか106人も取っていますこれは大きくは書類選考や面接や小論文で受験ができる、まあ 関西学院ですから英語ができるに越したことはないんですけれどもテストの点数や偏差値で難しいという場合であっても総合型選抜で書類選考や面接でやる気を PR して感覚にまあ挑戦するこれはぜひやっていただきたいんですね付属校や指定校ではないそういった決して有利ではないところからやる気,をやる気があるんだ感覚に入りたいんだという気持ちを 面接で教授にぶつけることがでできるんですここに逆転をかけるんですね。ということで関西学学学院大大のの場合は推薦がまあ6割以上の大学であるでもそれをそんな有名中高の人しか入れないやって思わないで、まあ、一般で目指すのも当然ですし総合型も狙う。というふうに皆様の方でさまざまな入学のルートをよく知ることそして学部ごとに 指定校推薦が多い学部とか付属からまあたくさん入ってくる学部まあ付属高校の中での人気ってありますからねまたうちは一般で取るぞっていう学部といったようにあたかも別のののの大学学ように各学部の入試の方針が違いますですから何でもいいから漢学じゃなくてまあお子様本人が国際学部行きたいのか人間福祉行きたいのか工学部に行きたいのか皆様は学問に関心を持ってください。 私は僕はこの学問を学びたいではその学部はどんな入試方式に力を入れているのかそこで定員の多いルートを狙う何でもかんでも絶対に不足じゃなきゃダメとは限らないということですね今の大学受験はこのように非常に複雑化していますもちろんこの数字自体は今の大学受験ですから中学受験のお子様が大学に行く頃には状況は変わっているかもしれませんでも 今この瞬間に中学受験高校受験の保護者の皆様はこの大学受験の現状と数字をよく理解をして数年後の大学受験に備えてください。そう、大学受験は情報戦でと例え名のある中高一貫校有名高校に入れてその時は嬉しくても最終的に大学受験で関西学院関関同立に入れないってなったらとても残念じゃないですか。ぜひこれを防ぐために 大学受験のことについて保護者の皆様が詳しくなっておくことそしてお子様に適切なアドバイスができるぜひこれをですね意識をして大学の研究をしていただきたいと思いますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します 相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください